次に笠井明君,笠井君日本共産党の笠井明です。本件は北朝鮮を締め切りとするすべての品目の輸出にを全面的に禁止するという措置について、外為法に基づき承認を求めるものであります。北朝鮮の核実験や弾道ミサイル発射に対する対応措置は、国連安保理決議に基づき、国際社会として行っているものでありますが、 ものがありますが本件措置は我が国独自の制裁措置である2006年からのものであります前回2017年の制裁期間延長後朝鮮半島をめぐる情勢は大きく変化いたしました10年ぶりの南北首脳会談に続いてトランプ米大統領と北朝鮮の金正恩委員長による史上初の米朝首脳会談が行われておりますこれら前向きの変化はまあ曲折はあるものの 朝鮮半島の非核化と北東アジア地域の平和体制構築への一体的、段階的な発展につながるよう期待をしたいと思います。その上で、本件には北朝鮮を対話の道に復帰させ、核問題などの外交的解決を図る手段として賛成をいたします。そこで日本政府が北朝鮮をめぐる平和のプロセスが前進するように、積極的に関与することは、拉致問題の解決にもつながります。 そこで外務省に伺います2002年9月の日朝平壌宣言から今年で17年が経過しました。政府として拉致問題の解決に向けて、どのように取り組んでいくのか、改めて端的に確認をしたいと思いますが、いかがですか。中山外務大臣政務官。お答え申し上げます。我が国は従来から一貫して日朝平野宣言に基づき 拉致核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な核を生産して、国交正常化を目指すとの考えであり、その方針になんら変わりはないと考えております。拉致問題の解決に向けては、我が国自身が主体的に取り組むことが重要であり、安倍総理自身、条件をつけずに、金正恩委員長と直接向き合う決意でございます。ご家族もご高齢となる中、一日も早い解決に向け、引き続き米国等と緊密な関係を、 維持しながら連携しながら冷静な分析の上にあらゆるチャンスを逃すことなく果敢に行動していく所存でございます笠井明君梶、えー、島大臣日本と北朝鮮の間にある核ミサイル拉致過去の生産といった諸刑案を包括的に解決をし国交正常化に進むということが求められておりますそのためには日朝平安宣言を基礎に据えるこのことが大事だと思うんです日朝平安宣言の精神とは 日朝間の諸刑案を包括的に解決をして国交正常化にも包もうというものでありまして包括的な解決とはいわば優先順位をつけないで全てをテーブルの上に乗せて同時に解決してま先に進もうという外交の知恵であります日本政府が憲法9条の精神でこの立場から積極的に取り組むことが日朝交渉日朝の会談を行っていく上で成功の鍵になると考えます この点で全力を挙げるように、大臣にも改めて強く求めておきたいと思います。よろしくお願いします。で、この際ですね、あの残余の時間ですが、この間の質疑にか,かわって若干確認したいことがあります。関連の西電力の原発マネー管理問題で、11月8日の党委員会での私の質問に対して、梶山大臣は、森山元助役が関係する吉田開発が、 高浜町から6年間で12事業11億円の電源立地交付金事業を受給していたことを認めになって、国として確認すべきは、交付金を活用して自治体が行う事業が適切に執行されているかどうかだと、こういう点も答弁をされました。そこで昨日なんですけれども、福井県がの調査委員会が公表いたしました、この高浜町元助役との関係にかかる調査報告書というのがございます。 でこの結果によりますと、退職者を含む県職員ら109人が、高浜町の森山元助役から金品など、まあ、小判もあったということですけれども、受領していたことが判明いたしました。で福井県は吉田開発に147件、約60億円も発注をしているというわけであります。その分でも、この国の交付金の執行状況の、まあ、徹底的な究明といいますか、 大臣も言いました、適切に執行されたかどうかは、しっかりと確認をする必要があるんではないかと思うんですが、その点ではいかがでしょうか、大臣梶山経済産業大臣。確認をしてまいりますということです。笠井明君。まあ、あの徹底究明が必要だ、確認が必要だと思います。ではですね、この電源利出交付金がどう活用されているか、梶山大臣伺いますが、電気代に転嫁されている電源開発促進税を原実とする、 電源立地交付金の今年度の予算額というのはいくらでしょうか。梶山経済産業大臣。当省が所管を所管をします電源立地地域対策交付金の令和元年度の予算額は約809億円でございます。笠井雅紀郎君、えー。資源エネルギー庁に確認をいたします。電源立地交付金のうち水力発電施設周辺地域交付金以外のまあ6つの交付金メニューがあると思うんですがその中で 原子力のみを対象電源としているものはどれでしょうか、交付金の名称と、その交付金のいくつかある予算額の総額について示していただきたいと思います。資源エネルギー庁村瀬電力ガス事業部長 お答え申し上げます当省が所管する電源立地地域対策交付金のうち、原子力のみを対象としております相当部分の名称および令和元年度の予算額につきましては、3つございまして、まず第一に、原子力発電施設と周辺地域交付金相当部分、これが約216億円、二つ目に原子力発電施設と立地地域中期発展対策交付金相当部分、これが約172億円。 3つ目に核燃料サイクル施設交付金相当部分、これが約87億円となってございます笠井明君 3>、まあ。3つ合わせると、475億円ぐらいになると思うんですけれども、総額8 0九億円のうち、まあ、原子力に限定された交付金が今挙げた3つとで、その予算額が475億円約ということになるということは、まあ、電源立ッ交付金の全体の6割がですね、 原子力のみを対象としてもらうということしもういこになりますでは、原子力、火力、水力、地熱を対象にしているその他の3つの電源熱地初期対策交付金、電源熱地促進対策交付金、電力輸出券交付金のメニューについて、それぞれの予算額と電源別の交付割合はどうなっているでしょうか村瀬電力ガス事業部長。 お答え申し上げます。三、えーえー、つございます。まず第一に、えー、電源立地促進対策交付金相当部分につきましては、全体で約三十九億円となってございます、えー。このうち電源種別の割合は、えー、原子力が約六十三点四％、火力が約三十四点九％、水力が約一点七％となってございます。えー、二つ目に、電源立地と 初期対策交付金相当部分がございます。これが全体で約41億円となってございます。このうち電源種別の割合は、原子力が約92.5%、火力が約1.2%。 水力が約3つ目に、電力輸出権と交付金相当部分も原子力火力水力地熱を対象としてございますけれども、金額は総額で約200億円となってございます。他方で、この予算額は、同県内の発電電力量から消費地における消費電力量を差し引いたものに、交付単価を乗じることで算出してございまして、消費電力量は電源 電源種別には分けられないということになってございますけれども、えー、あの発電部分で申し上げますと、えっとえー、電源、発電に、この算定に用いられている、えー、発電の電源種別の発電電力量の割合を申し上げますと、原子力は約51.5%、火力は約41.1%。 水力は約7.1%、地熱は約0.3%となっているところでございます笠井君今最後に言われた電源別の打ち上けを算出できないという電力輸出権交付金の交付先、上位5件はどういう件になっているでしょうか村瀬電力ガス事業部長。 お答え申し上げます今、ご指摘いただきました電源立地地域交付金のうち、電力輸出券と交付金相当部分の交付先上位5件でございますけれども、1位から順に申し上げますと、福井県、新潟県、福島県、佐賀県、茨城県となってございます。笠井明君 この電力輸出権交付金というあの、今挙げられた200億余りのものを除くです、ね、6メニューでいうと、608億6000万円分の交付先電源で見ますと、原子力が88.4%にもなります。それで、電源別の打ち分けを算出できないという、今挙げられました電力輸出権交付金の交付先の上位というのは、いずれも福井、新潟、 福島、佐賀、茨城ということで、原発立地県であります。5位以下も北海道、青森、鹿児島ということで、原発所在道県が並んでおります。その中でも一番多い福井県の今年度の電力輸出圏交付金の算定発電電力量を見ますと、173.9テラワットアワーのうち、原子力は162.8テラワットアワーということで、 ほぼ体操を占めているということで、火力は8.5、水力は2.6テラットワーに過ぎないということになります。でそういうことになりますとです、ね、やはりあの梶山大臣、伺いたいと思うんですけれども、この電源立地交付金というのは、今、数字も上げていただいて確認いたしましたけれども、結局のところ、まあ、電源立地交付金と電源と言いながら、大部分はですね、原発立地交付金というのが実態になっていると。 えでそれらがやはり原発、立地自治体向けに交付されていると、多くの方がですね、そういうことになるんじゃないかと思うんですが、そういう点ではいかがですか、そういう確認はできますか梶山経済産業大臣あの。今、数値を申し上げたとおりでありますので、そういうことになると思います。<上>笠井君でそううしますとと、ね、やははりあの交付金というのは これ見ますと、着工から運転開始までの約10年間に、手厚く交付されるわけでありますけれども、運転開始後は徐々に減らされるために、今度は原発の場合だと、1号機をまあ受け入れて作ったときになると交付金に配られるけれども、それがどんどん減らされるということになると、今度は2号機、3号機増設という形で,で、どんどん原発依存が強まってくるということを、そういうことにもつながってくるというふうに思うんです。 だから原発の増設や工事に関連して、高浜町の森山元事役のような、極めて強い影響力を持つ存在が現れると、で交付金もです、ね、こうした歪んだ構図を作った要因の一つと言わなければいけないということになるんじゃないかと思うんですね。でそういう点でも、やはりこれ、原発、電源リ交付金というのは、まあ、原発がかなり占めているということは、今、確認も頂きただいてあるんですけれども、やはりもともとは原資は国民の税金から来ていると。 いうこと電力料金にかけているわけですから、その使途というか、どういうふうにこ,うあの,このお金がです、ね、あの適切に執行されているかどうか、事業の執行状況については、やはりあの前回も大臣確認されましたけれども、そして今今日もそ確認いただきましたが、これは厳格に適切にやられているかどうかは、きちんと確認すると、徹底して、そこはもう調べるということは大事だと思うんですけれども、その点、改めて確認したいと思いますが、いかがで梶山経済産業大臣。 仮に交付金に関して不適切な事例が判明すれば、経済産業省として厳しく対処をしてまいりたいと思っております笠井明君であの。原発自治自体の経済を、まあ、原発依存に誘導した、まあ、国と電力会社の責任は、やはり私、この構図から見ても重大だと思うんですね。でこのようなやっぱり交付金の仕組みで、このままでいいのかということが大きく問われてまいります。やはりやはりここのの点ではこの際で際すね やはりこの、えー、執行状況を徹底的に明らかにするということをやるとのこと,と合わせて、この仕組み自体についても見直していくということも、やはり今後の日本のエネルギー政策との関連でも必要ですし、そして国民の税金の使途という点でも大事ではないかというふうに考えますで。我が党はこの点では、やはりこういう交付金ということでいうと、仕組みも改めて、やはり再エネの設備の設置とかです、ね、送電店の系統増強などにも大いに当たると。 いうことでどんどんやっぱりやらないといけないということになると思うんで、やはり再エネの利用拡大のためにこそ、こうした交付金は活用すべきだという提案もしてまいりました、やはり内発的な地域産業の再生ということで、国として取り組んでやっていくべきでも、その点は大事だと思うんですけれども、大臣、改めてこの点はいかがでしょうか、あり方について梶山経済産業大臣。 長期の安定エネルギーということで、これ、対象になっていると思いますけれども、今、委員おっしゃったように、再エネの導入、フィットから今、8年目ということであります。まあ、あのこういったものも検証しながら、将来は検討していくべきことではないかなと考えております笠井君やはりあの今後の日本のエネルギーをどうするかというにも関わる大事な問題で。 やはり電力料金、そして国民の税金と、で、それが本当にちゃんと使われてたのか、どうかということもあって。その中で、いろんな疑惑もあるという状況の中ですから、一層ですが。やはりこの点はしっかりと議論が必要だと思います。内圧的な地域産業の再生に、本当に国として取り組んで。やはり原発ゼロと一体に、立地、自治体の住民の暮らし、住民の暮らし。あるいは地域産業の再建支援に、舵を切るということで、やはり強くこのことを。 やっぱり政治としてもやらなきゃいけないと、このことも改めて求めまして、今日の質問は終わりたいと思います。